こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。楽しくやっていきましょうね。このビデオは中級の17課62番目のビデオ、3番、もう一度聞こうです。教科書ですね。この教科書の持ってなくても大丈夫ですよ。JLPT の N2 くらいのレベルですが、これ、ね、みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3の146番ですね。会話の2つ目のビデオになっています。特に教科書がなくても大丈夫な感じですので、あまり心配しないでください。で、今日はこの会話のですね、62ですから、このあたりですね。昨日はこの最初の部分を少しだけやりました。サントスさんが前の多分先輩かな、会社の上司か先輩ですねの池田さんの家へ遊びに行って、で奥さんが玄関に来てくれて、でお邪魔します、ご無沙汰しています、お久しぶりです、そして、お土産を渡したというところですね。でここからですね、リビングでこの会話が始まっていきます。簡単に言うと、まずサントスさんが多分これ土曜日か日曜日なんですね。で休みの日に池田さんの家へ遊びに行ったので、休みの日に来てすみませんと言って、それでミランダさんも挨拶します。お客さんのサントスさんに特にね、何もね、例えばすごいご飯をご馳走したりとかできないけどというのをなんか謝るんですね。これも日本スタイルの挨拶です。お客さんはホストに挨拶して、でそしてホストもお客さんに礼儀正しく挨拶します。日本人はね、結構真面目だからこれ必ずやると思います。で今度池田さんの息子さんのゆうたくんが出てきて、で挨拶をします。でそのゆうたくんに挨拶しなさい と池田さんが言って、そこまでの会話をやっていきます。ではですね、上から順番に読んでいきます。で読んだ後で細かいところを説明するので、よかったら聞いてみてください。で一緒に読んでいきましょう。シャドーイングだと思って聞きながら、で私と一緒に話してくださいね。いきます。こんにちは。ご無沙汰しています。よくいらっしゃいました。お久しぶりですね。これお口に合うかどうか分かりませんが、皆さんでどうぞ。ありがとうございます。じゃあ遠慮なくいただきます。どうぞおかけください。はい、失礼します。今日はお休みのところお邪魔してすみません。いいえ、何もお構いできませんが、どうぞごゆっくりなさってください。ありがとうございます。ゆうた、こっちにおいで。お父さんのお友達のサントスさんだよ。ご挨拶しなさい。こんにちは。ここまで今日やりたいと思います。今日はですね、はい、失礼しますの後ろからですね、このね、はい、失礼します。どうぞおかけくださいと席を勧められたら、突然とかね、いきなりすぐ座らないで、失礼します。ありがとうございますと言ってから座った方がいいです。気をつけてね。でそして今日はですね、今日は本日はお休みのところですね。このところというのは状況、状態、時の意味です。時ですね。なのでサントスさんと奥さんのミランダさん、サントスさんじゃない、すいません、池田さん池田さんと奥さんのミランダさんは今日お休みです。会社が休みだという意味ですね。お休みの時に、お休みのところお邪魔します。邪魔しますというのは英語の disturb、ね、中国語でダーラオですね。お邪魔してすみません。これはですね、本当に邪魔しているわけじゃありません。でもこれは挨拶です。日本ではこんな時にお邪魔してすみませんですね。これなくてもいいですよ。今日はお邪魔してすみませんでも問題ありませんが、だいたいこれ何か入れます。例えば今日休んでいる時は、今日はお休みのところお邪魔してすみません。もしですね、例えば上司がこう忙しいですね、とても忙しくこう電話したりメールしたりとかしている時に、邪魔する時にはノックノックノックね、例えば部長に話しかけます。部長、
お忙しいところお邪魔してすみませんと言って邪魔してください。話しかけるときですね。他にも例えばそうですね、例えば私だとマンションね、マンションに住んでいるのでご近所さんがいますね。でそれで出かけるときに私はご近所さんちょっと話しかけたいです、ちょっと何か相談したいことがあります、ね、そしたら、あー例えばさっき私ニコールという女の子に会ったんですが、あーニコールね、例えばニコールは多分、うん、今何してるのかな、例えばあお料理している、例えばねニコールね、お料理しているところね、お邪魔してごめんなさい、ちょっと質問があるんだけどとか、例えば、うん、ニコールがもしそうでこれから出かけますね、多分ちょっと綺麗にメイクアップとかしてドレスアップして今から出かけるときに私はニコールさんを邪魔するときには、あニコールちょっとお出かけのところごめんなさい、ちょっと相談したいことがあるんだけどというふうに話しかけるんですね。これ挨拶の言葉です、うん、でね続きいきましょう。いいえ、ミランダさんが話していますね、ここですね。いいえ、今度はホストですね、この家のミランダさんが挨拶をします。これもとてもフォーマルな話し方ですが、でも友達の間でもビジネスだけじゃなくて今回も池田さんのリビングルームですよね、家で話す時でも日本の人は丁寧にきちんと話す習慣です。ですから皆さんも日本の人の家に行った時などにはこれ言うことができるように言ってみてくださいね、練習しておいてください。いいえ、何もお構いできませんがどうぞごゆっくりなさってください。で、これはね、まあ、何もというのは、例えば、今日朝ごはんに何を食べましたか？何も食べませんでしたとか、例えば、明日日曜日ですね、何をしますか？何もしません。など、これ、ゼロの意味ですよね。何もありません。ね、広東語で、やっていど、ね、プドはしまどめよとかね。で、英語では、not at all、ね、何も、で、 できませんとかありません、しません、否定形を必ず持ってきます。じゃあこのお構いというのは何でしょうか、どんな意味ですか、わかりますか。うん、はい、そうです。これね、構いますというのは世話をします。でね、世話をします、犬とかね、犬とか猫とかペットの世話をするとか赤ちゃんの世話をするとかそういう意味の世話ではなく、お客さんに、今回はサントスさんがお客さんですね。お客さんのサントスさんに美味しい飲み物を出したり、デザートとかお菓子を出したりとか、何かこうエンターテインメントかな、例えばピアノを弾いて聴かせたりとか、子供が多分ダンスをして見せたりとか、こういうエンターテインメントも含めてね、食べ物、飲み物、エンターテインメントなどですね、中国語で言うジャオダイクーレのね、ジャオダイがお構いです。英語で言うとそうですね、何でしょうね、何て言いますか、英語で言うと、まあ、prepare a lot of drinks and food とか entertain the guests の感じが構いますです。で、お構いできますですから、これは私たちのうちには、あなたに出す、ね、あなたのために出す美味しい飲み物や食べ物とか、特に見せるエンターテインメントなどもありませんという意味なんですけれど、これ実際にはそうじゃありません。もちろんサントスさんが来ますから、例えば美味しいお茶とかコーヒー、もしかしたらお酒、あとは美味しいお菓子、デザート、もしかしたら昼ご飯や晩ご飯などのお料理も準備していると思います。だけど挨拶でこのように言うんですね。何もお構いできませんが、ね、私たちがね、あなたにね、そんなに素晴らしいものを出すことはできませんが、という謙遜したですね、謙遜、very humble、ね、の言い方です。で、どうぞごゆっくり、このゆっくりというのは、スローリーのゆっくりじゃなくて、リラックスするですね。make yourself at home でね、リラックスするという意味のゆっくりです。どうぞごゆっくりなさって、なさっては尊敬ですね。してくださいと言っています。ですね。これも挨拶の言葉です。会社では使いません。うちで使います。友達が自分の家に来た時にぜひこの言葉言ってください。で、でもこれ何もお構いできませんが、どうぞごゆっくりなさってください。ちょっとだけフォーマルですね。かなりミランダさんは、
丁寧に話しています。もしこれがもっともっと近い関係の友達ですね、なんか親友とかとても仲のいい友達だったらね、これね、何もないけどとか、何もありませんよね、しまどめいよね、何もないけどとか、何も出せない、出しますというのは提供するですよね、ティーゴンのね、サプライのね、何も出せないけどね、まあどうぞゆっくりしていってねとか、どうぞ楽しんでいってねというふうに言ったりします。で今度ですね、これあっと言ったのは池田さんですね、ご主人、お父さんの方ですね。あ、ゆうた、多分ゆうたくんが近くに来たんですね。それであ、はい、ね、ゆうたゆうたで、ここでここにゆうたくんとかゆうたちゃんとか何もくんちゃんが入ってませんね。ですから、あ、これを言ったのはお父さんかお母さんか、また家族の誰かだと分かります。一般的に日本の家では自分の家の娘や息子、孫などを呼ぶときにはくんやちゃんはあまりつけません。ただね、最近ね、これ面白いんですけど、最近は子供が少なくなってきて、もっともっと子供が大切なもの、宝物、like a treasureね、みたいになってきているので、日本の家では時々自分の子供であっても、自分の子供でもゆうたくん、ゆうたちゃんと言ったりします。でちなみにゆうたというのは男の子の名前ですから、くんを使う方が一般的ですが、もっとゆうたくん、実際にはここ書いてない、6歳なんですけど、6歳というのは小学校1年生ですね、 P1 ですね。だけどもっと小さい、例えば2歳3歳ぐらいね、男の子でも2歳3歳ぐらいのとても小さいベイビーね、赤ちゃんみたいだとゆうたちゃんと言ったりもします。で他には、女の子はいつでもちゃんを使います。で子供にはさんはあまり使いませんですね。で次ですね、でこっちというのはこちらですね、こちらが私のところです。こっち、おいでですね、おいでというのは来てくださいという意味です。でおいではね、どんな時に使うかというと、例えば子供やですね、自分の子供とか、それから恋人ですね、とても近い関係の恋人、それから、ペットですね、犬や猫などね、を呼ぶ時にですね、 Hey、 なんか英語にするとおいでは Hey darling、 Hey sweetheart、 come over here という感じになります。おいでですね。ですから会社で同僚に同僚においでとか言わないでください。多分大学や中学校高校で友達には使ってもいいです。 Hi everyone come over here、 みんなこっちおいでですね。でもかなりカジュアルな言い方ですので、少し気をつけてください。さてでですね、次行きましょう。5番ですね。お父さんのお友達のサントスさんだよなんですけど、これは、池田さん、お父さんが言っています。ですからこのお父さん、これね、お父さんのお友達のお父さんというのは、これはそうです、私の意味でお父さんを使っています。これとても大切です。これね、日本のうちでですね、ちょっとね、図を書いてみましょうか。例えばここでいいですかね。例えばお父さんとお母さん、ここ夫婦ですね。でそしてここに、例えば子供が3人います。1人2人3人ですね。でこの中で1番目の子供、2番目の子供、3番目の子供となったら、これ、ね、3番目の子供が一番小さいですね。ですからここをちょっとマークしましょうね。3番目が一番小さいです。でそうなると日本の家族ではこのように家族の中で一番小さい人から見てみんなの呼び方を考える習慣があります。ですからこの中では、例えばね、これが1番が、女の子で、2番が例えば男の子だったとします。で3番目は男の子でも女でも構いませんけど、そしたら家族の中では1番の子はお姉ちゃんと呼びます。お姉ちゃんで、2番目の子供はお兄ちゃんと呼びます。どうしてかというと、3番目の一番小さい子供から見て上の2人がお兄ちゃんとお姉ちゃんだからです。このように言います。でお父さんとお母さんのことはもちろんお父さん、お母さんと呼んでですね、という感じになります。これね、多分香港も同じですかね、中国でも同じかな、台湾も同じですね。なのでこれ
中国、台湾、なんかまあ東アジアかな、イースタンエイジアね、私たちの文化では一般的なんですけど、すごく面白い文化で、その一つの家族の中で一番小さい子供、一番若い人ですね、一番若い人が中心で家族の呼び方が決まるというあの仕組みで、そういうシステムになっています。でなのでここではこの池田さんが自分ですね、自分のことをね、私のお友達のサントスさんですよ、 This is my friend サントスですね、をパンヨーダサントスという時に、ここ私と言わないで自分のことを、これですね、ここが、まあ、3人いないね、今回ゆうたくん1人なんですけど、子供から見てお父さんお母さんなのでお父さんと呼ぶんです。この呼び方すごく面白いと思いますね、覚えておくといいですよ。でご挨拶しなさいですね、このねなさいですね、これはですね、挨拶というのはダジャオフ、グリーティングですから、例えば初めましてとか、どうぞよろしくお願いしますとか、なんか丁寧に、ビジネスだと名刺持ってね、ね挨拶ね、初めまして、まさみと申します、日本語教師をしております、どうぞよろしくお願いいたします、これ挨拶ですね。でもゆうたくんは子供ですから、こんにちはってきますね、こんにちはゆうたですね、あります。でご挨拶でなさいなんで、しなさいね、ご挨拶しなさい、このなさいというのは命令の一つの表現です。先生、教師が学生に宿題をしなさい、朝早く起きなさいとかね、お父さんやお母さんが子供に野菜を食べなさいとか、よく勉強しなさいとか、このように命令するときですね、目上の人が自分よりも下の人にですね、上司、会社の上司が部下にもいいです。例えば上司がレポ、早くレポートを書きなさいとかね、会議に出席しなさいとか、ただこの言い方をするとちょっとボッシーな感じです、偉そうな感じになるので気をつけてください。さあ今日ここまでにしましょう。で明日のビデオはね、これが63番のこのあたりですね。でここではですね、日本人の一般的なコミュニケーションですね、自分の友達の子供に会ったら子供と少し話して、でさらに子供を褒めるですね、少しだけ褒めたりします。これ香港ではどうなのかな、やるかな、まあやったりしますね。そうですね、でも日本ではもっと一般的です。だから自分の友達とか上司とか の, 子供、娘や息子に会った時には少し話しかけて、名前を聞いたり年齢を聞いたり、でそれから何かね褒めてあげるというのが、ね、よくあるパターンです。一緒にやっていってみましょうね。ではここまで見てくれた人、高評価、ライク、そして下からコメントしてくださるととても嬉しいです。お待ちしております。何でもね、質問とかわからないこと、あと今回使ったこういう表現で例文を作ってみるとかでもいいと思います。下のコメントから遠慮なく何でも聞いてください。ではここまでにします。また明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様でした。勉強頑張ってください。じゃあね、バイバイ。